こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今回は、はい、飯塚千恵先生によるレッスン動画です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてですね今回は、はい、アイアンが苦手で、まあ、よくねダフったりトップしてしまう人、そんな人に向けたレッスン動画です。はい、アイアンね、ダフった時結構腕痛いんだよね。わかる。刺さるっていうかね。刺さるね。痛いんだよね。わかる、はい。アイアンってなんかうまく打てる時と、うん、うまく打てない時、うん、結構あるから。うん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 。あるよね。ありますよ。ライとかでも。ああ、そうだね。やっぱりね。あるね、うん。ある。でもその時の原因ってちょっと私自身分かってなくて、うんうん、まあ、この間あの千恵先生に。ゴルフ場でね、うん、あのつま先上がり、つま先下がりとかいろいろやってもらったんですけど、はいはい、うんうん、その時にあのつま先上がりが苦手なんだけど、うん、その時に千恵先生に教えてもらった、うん、まあ、今回のレッスン動画でもあると思うんですけど、はい、あの、まあ、ポイントがあって、うん、それができてないの。なるほど。そう、つま先上がりの時にできてなくて、はいはいはい、それでできなかったの。打てないの、うん、っていうのが分かって、なるほどなって思ったんだけど、うんうん、まあ今回はその千恵先生から、まあ、フラットな状態でもこうやってレッスンと、うん、なんだろう、確認するといいですよっていう方法をね、うんうん、はいはい、教えていただいております。いや、それやっぱね忘れがちなんですよ、うん、なんか何個か気をつけてることあるんだけど、うんうん、いつもやっぱね忘れちゃうんですよ。そう、はい、忘れちゃうんですよ。皆さんは多分忘れちゃうと思うんですよ。そうそうそう。何が悪いんだろうと思った時に、うん、やっぱ基本がね、うん、一番大事なんじゃないかなと思います、はい、うん、はい、今回の動画は、ま、アイアンの、ま、軌道をね安定させるっていうコツを教えていただいてるんですけども、うんうん、ま、一人でも簡単にできるノウハウを詰め込んだ動画になっておりますので、うん、はい、ぜひ最後までご覧いただければなと思います、はい、安定させたいね、軌道ね。気づいたらなんかブレてんだよね、うん、やっぱアイアンって基本グリーンを狙うものじゃん。そうだね。だからやっぱ、うん、そのやっぱあんまりこうそれたくない、うんうんうん、だからやっぱね軌道はまっすぐ行きたいですね。そうですよね、はい、多分そういう風な方も多いと思うので、はい、まあ、ぜひね最後まで動画を見ていてください、はい、ください、はい、それでは早速レッスンに行きたいと思います、はい、はい。今回はアイアンが簡単に当たる超スイング軌道を安定させる方法を行っていきたいと思います。まず安定させるための説明をさせていただいて、そこから最後に一人でも確認できる方法をお伝えしていきたいと思います。はい、このアイアンのスイング軌道を安定させるためには何が一番大事だと思いますかね。はい、フェース向きです。はい、このフェースの向きがアイアンの軌道を操作していると言っても過言ではないぐらいとっても大事になってきます。どういうことかというと少しやっていきたいと思います。もしですねお家にクラブがあって一緒に、まあ、軽く振ることができるのであればぜひ一緒にやってみてください。まずですねテイクバックのお話からしていきます。テイクバック、切り返し直前でフェースが開いている場合、開いている場合は、はい、クラブはボールの方に向かいません。なおかつフェースは、はい、ボールの方を向きません。しかし切り返し直前でフェースがスクエアな状態を保ってあげると、はい、ボールにクラブは向かおうとする、なおかつフェースがまっすぐなろうとするというエネルギーが働くので、はい、簡単にボールを、アタックすることができるんですよね、はい、なので逆に切り返しでフェースが開いてしまった場合はボールに向かわないクラブに対して自分でいろいろ操作しなくてはいけないので難しいスイングになってしまいます、はい、ということで、しかし皆さん分からないですよね。スイング中に自分が開いてるのか閉じてるのか分かんないですよね。ということで今日は一人でも確認できる方法をお伝えしちゃいます。はい、それでは早速一人でもできちゃう確認方法をやっていきたいと思います。まずクラブを持っていただきテイクバックしてあげます。この時にフェースが開いている方は、はい、
自分より右側、はい、右打ちですと右側に重さがかかっていきます。これ切り返しでも一緒です。切り返しのポジションでも一緒です。フェースが開いている方は右側に重りがかかってくるので、はい、クラブが倒れようとします。この倒れようとするワード、皆さん実は倒したい人多いから、え、いいんじゃないのって思いますよね。実はですね、このエネルギーで、このフェースと開いたエネルギーで倒してしまうと、はい、そのままボディターンした時にフェースがまっすぐならず、シャンクや右にすっ飛ぶ、それが嫌で引っかかるが出ちゃうので、この倒れるはいい倒れるじゃないので、ここはスルーしてください。はい、それでは2つのチェックポイントを、今日はお伝えしましたが、ハーフウェイバック、ハーフウェイバックはですね、前傾姿勢と同じぐらい、はい、角度が前傾姿勢と同じぐらいで、重さで感じていただく場合は右に倒れるエネルギーが働いてないかということを確認してください。そして切り返し、見えないですよね。ここで見えないので重さで感じてください、はい、重さがフェースを開くとすごくかかってきて、こうクラブが倒れようとするので確認してみてください。こうしてあげると、お一人でもフェースの向きがスクエアなのか保てているのかということが確認できますので、ぜひやってみてください。こうしてあげるとスイング軌道が超安定します。はい、それではここで重要なお知らせをさせていただきます。なんとリンゴルフの公式 LINE アットができました。ありがとうございます。この公式 LINE ではゴルフのね、達成したいな、上手になりたいなっていう情報を配信したりとか、それを継続できる環境っていうのをこちらでご用意していく予定です。はい、なかなかさ、ゴルフ上手にならないなとか、伸び悩み、そうとか、スイング合ってるのかなとか、あると思うんですよ。そういうふうに悩みがあって、プロみたいなスイングができるようになりたいとか、100ギリしたいとか、ゴルフ一緒に行く人驚かせられるような上達したいとか思ってる人いると思うんですよね。はい、いるでしょ。いや、いっぱいですよ。それらを達成できる環境を、この LINE でご用意しておりますの で、はい、この動画の下の概要欄からぜひ LINE アットの登録お願いします。お願いします。はい、はい、ちなみに、友達登録をしていただいた方には、はい、LINE 限定配信で無料ゴルフ動画を5本配信します。これはかなり有料級なんです。はい、はい、なのでぜひね、これはね、登録してくれた方だけなので。そうですね。はい、で、この特典は登録時にアンケートの回答を、行っていただいた方にお配りしているものなので、はい、アンケート必須なので、はい、そちらをお忘れなく。そうですね、登録だけじゃダメなんです。ダメですね。はい、アンケートの回答をお願いします。はい、今回もご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画がいいなと思っていただいた方は、チャンネル登録と高評価とコメントお願いします。お願いします。